2024年の日本は今貧乏だと思いますか？はい、思います。貧乏だと思います。そうですね、まあ、子供が将来やりたいことをやらせてあげれるかっていうことが心配ですね。で、なんか影響って感じたことありますか？今日本人の若者が海外に行ってお金を稼ぐっていうのはどう思いますか？工場で働いてる友達の方が多分3倍ぐらい稼いでるから。3倍。 Como ya se sabe, el yen está muy depreciado y esto afecta muchísimo al país y a los japoneses. Y en este video vamos a averiguar el por qué Japón se ha vuelto tan barato y nos sale muy bien aquí a los que venimos a comer sushi, ramen y a visitar templitos tan bonitos como en el que estamos hoy en el Sensoji. Mi nombre es Kai y me dedico a hacer entrevistas aquí en la calle de Japón y recientemente un poquito más. Así que si te gustan este tipo de videos, suscríbete por favor. Y ahora sí, dentro video.年齢は53歳。職業は、まあ、会社員ですけども、うん、販売業ですね。小売っていうか、例えば会社員で給料って大体何円ぐらいって聞いてもいいですか？40後半いくかいかないかぐらいですかね。はい。家賃いくらぐらい払っ、東京ですよね。家賃東京でもう家買ってて、毎月は7万円ぐらいで、ボーナスで20万円ちょっと入れてるんで130万円ぐらい1年通して。21歳カノンです。職業は会社員、コールセンターやってます。21歳エイコです。コールセンターで働いてます。はい。じゃあ次の質問、給料って聞いても大丈夫ですか？だいたい例えば給料、10、15とか、そう。15、20ぐらい。私18、19ぐらいですね。じゃあそれって東京で暮らしには満足ですか？それともちょっと足りないっていう感じですか？全然足りない。全然足りないです。全然足りないです。月にどれぐらいもらえたら自分の生活に満足できると思いますか？25は欲しいです。25、うん、私も25は欲しい。名前はナオです。外国人観光客の方向けにストリートフォトグラファーを東京でやっております。年齢は今年31で、職業は会社員です。 <Okay. S 2> だいたい手取りで20万円ぐらいですかね。はい。そうですね、今結婚して子供も生まれたので、まあ正直なんで、正直なところもう少し欲しいかなとは思いますね。まあ50万程度あれば。たかし24歳、 YouTuber です。自分で会社持ってるから会社の売り上げ300万、400万、500万、まあそんぐらい。中山久美子と申します。74歳で今、長いことね、飲食の仕事をしてて、連れ合いと2人で、もうそれを5年ぐらい前に辞めて、今はリタイア組です。でもまああんまりね、何もしないのもあれだから、ちょっとアルバイトしてるっていう感じです。なるほど。5万円ぐらいアルバイトしてます。なるほど。あとはいろいろ年金とか、まあその他でやってます。年金って日本は大体、まあ大体ね、アベレージはいくらぐらいですか？国民年金だけだと年間80万か90、80万か90万、私もその口です。なるほどね。国民年金だけだから、ね、だからそれで、やっていくのはすごく厳しいと思います。名前が小野良太郎で26歳になります。職業は営業職やってます。大体まあ30万前後ぐらいです。ちょっと足りないですね。あ、年齢じゃない、名前は翔平で年齢が30歳です。で、まあ、飲食店で働いてます。20前後ぐらいですかね。20前後ぐらい、はい、足りないですよね。足りない、はい。飲食店で働いてて残業って多いですか？それともそんなことないですか？普通のサラリーマンの方に比べたら多いと思います。うん、平均したら10時間から、まあ、12時間ぐらい働く日もありますね。Bueno, como estáis viendo en el vídeo, muchos de vosotros, tanto por Instagram como en YouTube, habéis visto que hay muchísima gente que está viniendo a Japón para aprovechar el cambio de moneda. Y una de las preocupaciones más grandes que soléis tener todos que me escribís, tanto por los comentarios de YouTube como por Instagram, es el tema de los datos móviles. Y es por ello que os vengo a recomendar el servicio que ofrece el patrocinador de este vídeo el día de hoy, Hola Fly.
Y una de las razones por las cuales creo que HolaFly es un servicio bastante brutal es porque te olvidas de tener que estar buscando tarjetas SIM físicas. Aparte de que, esto ya es algo personal que creo que muchos de nosotros sentimos, el estar sacando nuestra tarjeta de SIM, poniendo una nueva y todo el rollo este, es un fastidio. Pero con HolaFly te ofrecen el servicio de eSIMs. Para el que no conozca el concepto, las eSIMs son SIMs que directamente te las bajas online. Contratas el servicio de HolaFly y con un simple correo de verificación ya tienes activada la conexión a internet en tu dispositivo móvil. Y puedes comprar paquetes desde 5 hasta 90 días. El cual incluye a más de 170 destinos. Lo cual me parece un servicio bastante brutal. Y los chicos de HolaFly son tan brutales que nos han dado un descuento de 5% con el código KAI, que os dejo aquí en la descripción. Así que HolaFly, arigato gozaimasu. Y seguimos con el vídeo. 円安について自分はなんか1日でなんか影響って感じたことありますか？特にはないんですけど、やっぱしこうここ数年少しずつこう物の物価が上がってるんで、まあやっぱりもう物価めちゃくちゃ上がってるからもうなんか前まで安いなって思ってたものとかももうもうこんな値段なのみたいな、でなんか買えなくなっちゃった、うんうん、簡単に物を買おうって思えなくなっちゃった、うんうん、はい、同じく消費税とかだよね。そう、すすきりべてポルファボール、イエーイありがとうございます、ありがとう。じゃあ、最近結婚されて子供が生まれたっていうことですね。その日本人として今一番心配することは金の関係、家族を作ってってくるっていうことは何が一番心配ですか？そうですね、まあ、子供が将来やりたいことをやらせてあげれるかっていうことが心配ですね。奥さん働いてます。働いてる、はい、働いてなければちょっと家族を作るのはちょっと厳しいですか？そうだと思いますね、厳しいですね、まあ、生活費がもう払えなくなっちゃうしないですね、日本だったら。まあ、飲食店で働いているので、まあ、外国人の方も来られるんですけど、やっぱり安さに驚かれますよね。日本の飲食店こんだけ美味しいもので出てきて安いんだみたいなのは言ってもらえますね。確かに、うん、今日本人の若者が海外に行ってお金を稼ぐっていうのはどう思いますか？ああ、でも友達でオーストラリア行ってる人とかワーキングホリデー使って行ってる人いて、でもファクトリーで働いてる僕の日本人の友達、サラリーマン、日本でやってるサラリーマンの友達よりもオーストラリアで工場で働いてる友達の方が多分3倍ぐらい稼いでるから。3倍、だって時給5000とか6000とか。ああ、なるほど。そう、日本ってサラリーマンとかでもさ、まあ言うてたぶんそんなに20万とかじゃん月、うん、30万とか、うん、でもそのオーストラリアの友達は月100万80万80万100万とか稼いでるから、実際いるね、俺の周りにもいるし、俺もサラリーマン日本でやるぐらいだったらそれやりたいかも。英語も勉強できるし。あ、ありますね、はい、それこそお寿司屋さんとかで働いてたこともあるので、そういった経験が活かせるならどんどん海外行ってもいいのかなとは思います。将来行くと思いますか？それとも、あ、行く可能性は何ならちょっと考えてます、はい、それはその人がその人の能力で海外で稼ぎたいと思えばどんどん出ていくこともいいと思うし、どんどん逆にね、日本に入ってきてくれる外国人がいるのもいいことなんじゃないの？だってここでこれだけ能力あるのにこれだけしか稼げないで、あそこに行けばいろんな可能性があると思ったらそりゃ行きたいでしょう。全然 OK、 めちゃくちゃいいと思います。私もこのままずっと円安続くんだったら将来もフィリピン行って、日本語だけで働けるすごい高時給な会社とかあるから、そこで働きたいなって思ってます。日本の経済が今から30年前から落ち続けているのは自分はなぜだと思いますか？やっぱし海外に出る力がないっていう企業、まあ、企業努力もそうだし政治もだしってお互いなんじゃないかなっていうのがちょっとありますね。最近のちょっとずれちゃうかもしれないですけど、最近の若い人は結構貯金をするっていうのをよくニュースとかで見るんですけど、まあ、本当であればいろいろなものに経験とか物とかにお金を使って過ごしたいんですけど、まあ、そうせざるを得ない。やっぱこの先の今の経済を考えてこの先も結構不安なことがあるので、まあ、なかなかお金が使いづらいっていうのはあるかもしれないですね。人口が下がってるから、まあ、よく言われているのは人口が増えると、国の経済も上がる、
で逆に人口が減ると国の経済も下がるみたいな。働いてない層、その老人の人たちとかの層って、働いてないだけじゃなくて働いてる人たちからお金をもらってるから、あの年金として、まあそれは別にいい悪いとかじゃなくてそういう仕組みじゃん。だから日本はちょっときつくなってきてるんじゃないかなっていう。国民を守ることに使わないで防衛費ばっかり増大しているからだと私は思います。確かに。あとはやっぱり庶民を守らないで大企業とか、その政府にとって有益な人たちを守るような施策を取ってきたからではないかと私は考えてますけど。なるほど、なるほどね。はい。スクリベテポルファーボール、ボール。ムチョグラシアス。最後に質問ですけど、自分は日本が貧乏だと思いますか？いや、貧乏ではないと思ってます。なぜって聞いてもいいですか？多分タンス貯金って言って預金を持ってる人は一定数いるだろうし、みんながこう使ってないだけで、使いたくても使えないとかっていう人たちもある程度どの一定数いると思うし、本当に困ってる人たちもいると思うしって考えると、本当の意味では貧乏じゃないと思います。なぜなら今日も僕はその気になれば自動販売機でお金を入れてジュースを飲もうと思えば飲める生活をしてる、みんながもう国民の9割がそういうことできないっていうんだったら貧乏だとか思うけど、そういう感覚です。完璧な答えです。はい、思います。貧乏だと思います。借金もいっぱいあるし、まあ、貧乏な国ではないと思うんですけど、なんか赤字がすごいっていうのは聞いたことがあります。貧乏だし貧乏でもないと思えるけど、結局それって貧乏なのも、だお金持ちと貧乏ってその絶対的なあれはないじゃん、なんか どこと比べてって話になるから、例えば日本は、ヨーロッパとかアメリカとか欧米圏と比べたら日本は貧乏だし、でも逆にさ、例えばアフリカとか東南アジアとかと比べたら日本はお金持ちじゃん。だからその自分がどこにいるかによって多分お金持ちか貧乏かは日本は決まると思う。米入れとく箱にね、お米が入ってないっていう人は、ああでも少ない雲ないのね、最近増えてるよね、いろいろ困窮してる人の話がいっぱいあるけど、40年前に比べて今の日本はもっと貧乏になりましたか？40年前の日本に比べると。40年前も貧乏な人はいたけれども、ちょっとしたことでね、社会のシステムが厳しくなってるっていうか、生きていくのが大変になっていることはあるんじゃないかなとは思いますね。昔だったらそんなに困ることはなかったような状況で、とっても困っちゃう人が出てきてるっていうか、そういうのはいろいろね、ニュース見たりして感じますね。Bueno, espero chicos que os haya encantado el video y que aprovechéis que el yen está depreciado, ya que esto sería un win-to-win tanto para los japoneses como para vosotros. Les entra dinero y vosotros os ahorráis unos cuantos euros, dólares, yenes, lo que sea. Y como siempre, watashi no namakai desu. Mata tsugi no video de aimashou. Sayonara. Ahí está.